ありがとう。うちの誕生日、あなたにお祝いしてもらえるなんて嬉しいな。のぞみちゃん、お誕生日おめでとう。え、サプライズパーティー？私もう行っちゃいました。のぞみ、誕生日おめでとう。あなたは少し変わった子で私と似てるところがあるのよね。今日はのぞみの誕生日です。でもサプライズパーティーですから本人にはまだ内緒です。のぞみ、誕生日おめでとう。私のことを全て理解してくれているのぞみ、かけがえのない存在よ。のぞみちゃん、お誕生日おめでとう。ミューズを優しく包んでくれる、そんな存在ののぞみちゃんです。今日はのぞみちゃんのお誕生日。いつも見守ってくれる優しいのぞみちゃんが好きなの。のぞみちゃん、お誕生日おめでとう。わしわしは困るにゃ。おめでとうって、もしかしてうちの誕生日覚えててくれたの？嬉しいな。のぞみ、お誕生日おめでとう。のぞみってニコのこと何でも分かっててくれてありがとう。ハッピーバースデーのぞみびっくりした？私のわしわしはどうかしら。のぞみ、あなたも占いができるんですって？ならば一度このヨハネと占い勝負をしてみようじゃない。のぞみさん、お誕生日おめでとうございます。同じ3年としてグループをまとめる姿は尊敬いたしますわ。のぞみさん、お誕生日おめでとうございます。のぞみさんはいつも余裕があって大人っぽくて憧れます。のぞみさん、お誕生日おめでとう。ん？これが噂に聞く。わしわし。のぞみちゃん、誕生日おめでとう。わしわし？じゃあ私はハグハグ。のぞみさんって巫女さんなんですか？すごい、写真撮らせてもらってもいいですか？のぞみさん、神社の娘さんずら？違うの？まるはお家がお寺だから。まるたち、ちょっと似てますね。のぞみさんへのお誕生日プレゼントはシュシュです。つけてくれ。それでは失礼します。のぞみちゃんおめでとう。のぞみちゃんの占いで絶対人にバレない最高のお昼寝場所を占ってほしい。ハッピーバースデーのぞみ。僕、のぞみと一緒に神社で巫女のお手伝いしてあげるよ。遠慮しなくていいってばね。のぞみちゃんおめでとう。巫女服の着付け、今度教えてもらってもいいかしら。のぞみさん、おめでとうございます。関西弁って親近感があると思う。また教えて。のぞみ先輩、おめでとうございます。かすみ先輩の巫女さん姿、すっごい憧れです。のぞみさん、おめでとうございます。のぞみさんの強運、本当にすごいですね。私も強運を引き寄せます。のぞみさん、お誕生日おめでとうございます。あの、今度私のこともタロットカードで占ってもらえませんか？ハッピーバースデーのぞみちゃん。のぞみちゃんの言葉、すっごく可愛いね。日本語だと方言って言うんだっけ。私も真似してみたいな。のぞみさん、
お誕生日おめでとうございます。今度占いを教えてください。次の演劇の舞台でそういう役をいただいたので勉強したいんです。のぞみさん、お誕生日おめでとうございます。いつでも余裕のある大人の振る舞いに憧れています。のぞみ、おめー。ねえねえ、愛さんのこともタロットで占ってほしいな。これから先どのくらい友達ができるかってさ。ハッピーバースデー、のぞみ。わしわしってやつ、何時にもしていいわよ。